ドジャースは28日、日本時間29日、本拠でのオリオールズ戦を、翔平大谷ボブルヘッドとして開催。大谷翔平投手、30、と愛犬、デコピンの首振り人形、ボブルヘッド、が先着4万人に配布された。限定品とあって、ファンの間では水前の逸品となっており、先頭は午前7時ごろから並んでいたという。そのの後も並ぶ人は減らず、長打の列ができ、 現地時間午後1時半ごろには列は1キロ近くまで伸びた。通常、球場の開門は試合開始2時間前の午後5時10分。だが、あまりの反響に約40分早めた午後4時30分に開場した。先頭で入場したファンは大谷とデコピンのボブルヘッド人形を真っ先にもらい大喜びした。そんな中、I got it, やったぜ、と大声で歓喜するファンの姿が。 よく見てみるとゴールドバージョンの超激レアボブルヘッドを運よくゲット。何度も改心の笑みで、アイゴットイットを繰り返し、周りにいたファンからは、コングラッチュレーション。おめでとう。と声をかけられ大喜びだった。ネット上では大谷とデコピンのボブルヘッドが早速売りに出され、421ドル、約6万円から871ドル、約12万6000円の値がついている。また 大谷は試合前の練習でキャッチボールを行い、星を座らせ直球に変化球を混ぜて投げた。昨秋の右肘手術後初めてと思われるスプリットも多頭し、鋭く落ちる変化に笑顔。